今日のキックオフ静岡は J 開幕直前スペシャル。昨シーズンの J1 王者神戸との開幕戦まであと6日。ジュビロの決意を横内昭信監督、そして藤田俊也スポーツダイレクターが語る。上がってプレーするっていうのはやっぱり僕たちのスタートラインに立った。僕が持ってるものを全てぶつけて。そして開幕ダッシュを狙う藤枝舞 FC のルーキー朝倉蓮選手と須藤大輔監督を直撃。それではキックオフ静岡、まずはこちらから。共通の題フットボールですよ、ね、もうそれにフットボールかジビロでしょ。もうそれに尽きますよ。就任1年目でジュビロを1年での J1 復帰に導いた横内昭信監督。そしてジュビロの黄金時代を牽引し、現在は強化担当の立場でチームを支える藤田俊也スポーツダイレクター。今シーズンのジュビロ躍進の鍵となる2人をキックオフが直撃。年齢は横内監督の方が、はい、僕の上ですよ。あんまりこう先輩後輩感があんまり藤田さん、あの、いやいや、俊也はあの誰とでも、あ、うん、あの俺よりも年の上の人でも、うん、で上の人もそうだけど下の人もまあそんな感じだよね。どうなんの、いや自分としてはそうは思ってないんだけど、その一応は上は上と言葉のチョイスがあるのかな。いや、まあ、一番あれだね、ヨーロッパで視察行った時だね、うんうん、あのまあ、トシアにも本当にいろんなところにあの連れて行ってもらって、まあ、移動が長かったもんね、まあ、車の中で何時間、そう4時間とか、ね、そう4時間5時間をさ、向こうはやっぱり走って次の目的地に行くでしょ。その間にサッカーの話したり選手の話したり、まあ、そこでずっと長い時間ね、本当サッカーの話本当によくしたよね。俺ん家にも来たしね。そう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 、あのステーキとワインとカレーライスも作ってくれたっけ。あ、作ったね。まあ作ったというほどのカレーじゃないけど、まあ、男飯ですよ、男飯。当時、うん、あの車の中で、ねね、まあ、例えば僕が JFA の仕事を辞めた後どうするとか、あと、ね、どうしたら今こう JFA の仕事その後どうするのとかっていう話は結構したよね、うん、そうそう、だから本当に他愛もないその将来とかの話。でもその時まさかこういう状況になるとは、ま、そういうことは言わなかった。そのクラブチームでどうしたいんだとは全然言ったつもりも ない、うん、確か言わなかったと思うし、わからないもんですね、うん、ただこの先もわからないからどういう形になるか、だからいろんな可能性をこういつも準備しながらやればいい。まあ監督やることはまあないでしょうね、僕はね。いやー、いや、分かるね、そういうのは自分って分かるじゃないですか、うん、うん、そんくらいのものですよ。2022年、ジュビロの強化担当に就任した藤田スポーツダイレクターは、その年のオフにヨーロッパでの縁もあった横内監督を招聘。補強禁止から J1 昇格へ、激動の昨シーズンをどう見ていたのでしょうか。それはシーズン最初はもう優勝して昇格をまず念頭に置いていくじゃないですか。だけどやっぱりやっていく中で紆余曲折、辛抱しなきゃいけないところとか、なんかいろんな展開の中では常にその目標が変わってたけど、最低でも俺たちは昇格するぞっていうのはいつも、まああんまり一喜一憂してなかった。実はもう決めたことをやろうと、毎試合毎試合やろうって、その積み重ねが、まあ、どうなるか見ようっていう、そういう、まあ、現場の、まあ、監督やコーチングスタッフが そんな悠長なこと言ってられないっていうのはあったと思うけど、藤田 SD をはじめその強化の人たちが本当に我慢強く見守ってくれてたというか、あのサポートしてくれたっていうのは、僕あの現場を預かる者としてはすごく心強かったなというふうに思ってます。横内監督はコーチとしては J1 での指導経験があるものの、監督としては初挑戦。 J1 へ挑む胸の内とは。この舞台で本当にやりたかったですし、で
まあチームクラブもやっぱり、この舞台で戦わなければいけないクラブだと思ってますので、そこで自分がまあ指揮を取れるっていうところでもちろんすごい責任を感じますし、僕が持っているものを全てね本当にこう、ぶつけてそこに向かって少しでも、まあ、前進できたらいいなって今思ってます。新しい戦いに向けてはやはりこう藤田さんの存在も大きなところがあると思います。もう大きい、もう戦いによっては大きくはないよ。大きい大きい、やれることって限られてるしさ、はい、そのやっぱり近くにいて無理なお願いもやっぱりしなきゃいけないよ、無理なお願いをさらっとするっていうのも仕事のうちだし、あとすいませんできないとかさらっと遮断とか、はい、まあ、そこはお互い駆け引きをして、これちょっと難しいんじゃないとか、はい、まあ、まず J1 にこう、まあ、上がってこのプレーするっていうのはやっぱり僕たちのスタートラインに立ったっていう位置づけで、ここから何をするかっていうのが僕らもやんなきゃいけないし、でファンやサポーターの皆さんがこう期待するところだと思うから、まあ、去年の後藤のように選手はこのジュビロでそのさらに成長してもらって大きくなっていろんな舞台に出ていってほしいですよね。ここでベースを作って世界に出ていって羽ばたいてもらうっていう、そういうクラブでもありたいし、そういうチーム作りを一緒にこうできていったらいいなっていう。静岡のサッカーを全力サポートキックオフ静岡。さあ今日のゲストは元ジュビロの10番奈良岡翔さんです。奈良岡さん、この横内監督の全てを捧げるって熱い思いもありましたが、はい、この対談ご覧になっていかがですか。スポーツダイレクターの藤田さん、はい、監督の対談ということで普段、ね、なかなか見れないものだったと思うんですよね、うん、強いチーム作る上ではやはり現場の監督とそのチーム強化のスタッフとの連携っていうのは非常に大事になってくると思うので、うん、まあ、そういう思いが聞いたのは良かったですよね。横内監督も昨シーズンちょっとこう行き詰まった時は必ず藤田さんに相談をしていたということなんですが、奈良岡さん、ボールをつなぐというこのサッカー感は2人ともやはり同じみたいですよ。なんか今話してる内容とか聞いてても雰囲気でもやっぱお互い共通してることが多いんだろうなと、まあ、本当サッカーの話をたくさんして作り上げてるんだろうなっていうのは見えましたよね。そうですよね、うん、そしていよいよ来週昨シーズンの J1 王者とヴィッセル神戸と戦いますけれども、こちらもやっぱ楽しみですよね。いや非常に楽しみですね、まあ、この開幕戦でチャンピオン、昨年のチャンピオンと対戦できるっていうことで、まあ、非常に難しい試合にはなるとは思うんですけれども、ある意味このシーズン戦っていく上での指標というか自分たちの力というのを試せると思うんですよね。なので非常に楽しみですね。勝ちたいじゃないですか。でも、勝ち点3ですよね、はい、でも欲しいのはポイントはどんなところなんでしょうか。やはりまだこうキャンプを経て開幕戦でこう 100% に持っていくというところはどのチームもないと思うんですよね、うん、その中でどれだけ自分たちの形っていうのを見せれるか、やはり失点をしないってことはやはり大事になってくるのかなと思いますけどね、うん、でまた新加入選手も15人入ってますから、うん、そのあたりの融合も非常に楽しみになってきますよね、うん、はい、楽しみです。さあ続いては J2 2年目のシーズンに挑む藤枝舞 FC、 静岡学園出身期待のルーキーと須藤監督を直撃しました。矢村のシュート決まった。クラブ史上初の J2 に挑んだ昨シーズン、持ち前の超攻撃的スタイルで突き進んだ舞 FC。 期待が高まる J2 2年目、キックオフが注目したのは静岡学園出身大卒ルーキーの朝倉蓮選手。高校時代は全国選手権で優勝を経験、そして昨シーズンには特別指定選手としてすでに J リーグデビューを果たしたマイ FC 期待の新星を直撃しました。藤枝マイ FC のサッカーはどういうふうに感じてますか。攻撃的っていうのが本当一番で、得点数もその去年だったら上位の方 で自分は攻撃の選手なのでそこに魅力を感じていて、でなおかつ守備でも前から行くっていうその攻撃的サッカーで強度も高いし、まあ見ていて面白いサッカーだなっていうふうに思ったので、そういうところを今シーズンもしっかり出していきたいなと思います。
シーズンオフには攻撃の中心だった司令塔の横山明幸選手が移籍、同じゲームメーカーの朝倉選手に須藤監督も期待を寄せます。まずやっぱ数字残してもらいたいなっていうのはあります。シャドウになるかボランチになるかっていろんなところできると思うんですけども、やっぱ彼には彼の特徴、やっぱ狭いスペースで受けてでターンをしてククッとドリブルで入っていって左右両足でも蹴れるシュートがありますから、そういう部分を出してもらいたい。あとは周りを生かすプレーと、あとはアイデアあるプレーかな、そういうところはやっぱり感性を持ってるなっていうのは感じますからね。それをやっぱ公式戦のピッチで出してもらいたい。昨シーズンは特別指定で5試合出場されましたけど、開幕戦はめちゃめちゃ緊張してて、人生で一番緊張してて、頭は白で自分でもどこにいるのか分かんないぐらいのところにいてみんなに言われて、あ、自分ポジションここだったみたいな感じぐらい、それぐらい緊張してましたね。でもそんな風に見えなかったというか、チャンス決定機もありましたよね。すごいなんかこうスタジアム沸いたじゃないですか、ここで出てくるかみたいなね。ですごい、堂々としてるなと思ったら、お前どこ行くんだっていう全部多分ボールしか見えてないというか、ボールがあるところに常に行ってたっていうね、もうすごい本能でやってたなっていう。やっぱ静岡の人たちはそのサッカーへの熱が熱いっていうのもあるので、その静岡のファンの人たちをしっかり楽しませられるように頑張りたいなと思います。地図学の全国優勝はすごかったんですよ。みんな蓮のことすげえすげえ言ってて、サインもらった？もらった方がいいよ。あ、そう、いやまだまだ後でいただいたら嬉しいですけど。もらえるんですか、サイン？ね、もらえますよ。すごかったんですよ。今のプレースタイルと一緒、もっとすごい。いや、どうなんですかね。ドリブルとか、面白い、多分見てて面白かったというか、ウォーってなるような、いろんな技をやったりみたいなスタイルのチームだったんで、そういう意味では多分静学としチームとしてすごい人気はあったかなと思います。自分が人気あったってこと？いや、それもあったっすね嘘です、それは嘘なんですけど。でもいいよね、そうやってなんかさっきあっと驚くっていうね、そういうプレーをするっていうのはやっぱプロとしてね、やってもらいたいし、やっぱ我々の藤枝のね、そのエンターテイメントサッカーにはやっぱ欠かせない、プレーだと思うんでね、それをやっぱ公式戦の J の舞台でね、やってもらいたいですね。今年でクラブ創設15周年、進化を続けるマイ FC が見据えるのはまだ見たことのない次のステージ。誰が何と言おうと J1 昇格っていうところは、絶対に狙います。みんながこう驚くような、で心が震えるような、勇気や感動や希望を与えられるような、そういうサッカーをして、J1 昇格を手繰り寄せたいと思います。開幕戦で藤枝スタイルを存分に出してしっかり勝つことが一番のチームとしての目標で、個人としては得点とアシストで、2つ合わせて2桁にまず乗せること、そこが一番の目標です。奈良岡さん、朝倉選手はルーキーですけれども、去年の経験もあって、さらにまた今年楽しみですね。そうですね、10番の横山選手移籍してしまったんですけども、その後釜といってもおかしくない選手ですし、やはり攻撃を引っ張っていってくれるような選手になってほしいですよね。朝倉選手ルーキーですけれども、須藤監督かなり要求がハイレベルでしたよねたくさんありましたよ ね要求するものが、はい、でもそれをこなせるぐらいの技術があるっていうことも分かっていると思うので、それぐらい期待している選手ではないかなと思うんですよね。そして藤枝としては J2 で2年目のシーズンですけれども、奈良岡さん期待することどんなことでしょうか。やはりこう確立されたサッカーの中で、去年手応えを感じたと思うんですよね、それをじゃあいかにシーズンの中で勝ち点を稼げるかというところで、チーム全体でそれをオーガナイズしてやっていくんだと思うんですよね、はい、去年新たな藤枝スタイルを作れたんじゃないか、ホップステップまで来てるっていう話をされてたんですが、そのあたりいかがでしょうか。本当そうだと思いますね、攻撃的なサッカーっていう分かりやすいところからやっぱ得点は取れているので、そこから一回守備をしっかりまとめてチーム全体のレベルアップをしていくってことですね、はい、開幕戦はホームで長崎と対戦します、はい。さあ、この後は選手のプライベートに迫る特別企画。普段は聞けないプライベートの話をぶっちゃける、キックオフキャンプ特別企画ルーレットトーク。
エスパルス乾選手の小さな悩みとは。小さな悩みゴリ、俺の悩みって何？高橋くんの悩みか。うん、すげえじゃない。ドライブ。おーい、おーい、これは言うのないね。まだパーマかけてごまかしたりとかしてましたもん。パーマかけてごまかしたね。ジュビロ元日本代表川島選手のあるものに対する深すぎる愛情とは。コーヒーを愛してるのに何でも好きですよ。もうインスタントからドリップからエスプレッソから全部好きです。メイジさんコーヒーに砂糖入れます。あれダメだ、普通ブラックじゃないですか。なんかサッカー選手で分かってないな。ブラック人生には甘みと苦みが必要だ。コーヒーも一緒です。今回も選手たちが細かすぎるプライベートを赤裸々告白。ルーレットで出た数字のお題について教えてください。まずはジュビロ期待の二十歳コンビから。キャンプといえばこちらです。じゃあこれ今年はあんのこれ。3番。最近イラッとしたこと。俺あんまイラつかんからな。俺もスマブラをやるんですけど、部屋でキャンプ中にゲーム、はい、スパクセギってあの新加入の高卒1年目のやつがいるんですけど、あいつがなんか俺とタッグを組みたいみたいな。であいつが2対2で、それで鈴木海人君と西久保と2対2でやってたんですけど、あいつが絶対最初にいつも死ぬんすよ。だから俺が毎回2対1で取り残されてボコボコにされるんすよ。やのになんかずっと俺とやりたいみたいな、もう一回やりましょうみたいなんで、俺がずっと小電波にされてたっていうのがイラついてたんすよ。1年目やぞ。1年目の選手と仲良くやってるんですね。結構仲良くなってます。あいつはやれる目してるんで。どういうことですか。あいつはいい目してるんで。続いては藤原選手。実はこれ NG なんです。実はこれ NG なんです。先輩を立てることが苦手です。ああ確かにそれはそう。よいしょとかあんまするタイプじゃない。思ったことは言っちゃうタイプ。ズバズバ言っちゃうケースね、どっちかといえば。俺は逆によいしょよいしょってするんで。しかし古川選手、ある先輩に不満が。同部屋のトークンも、今年も同部屋なんですけど、毎晩4回ぐらいトイレに行くんですよ、俺が寝てる時に。イラッとしてんの？お、どうする？イラッとはしてない。正直、正直。バカイラついてる。やば。やば。え、やば。毎回起きるね、俺それで。あ、トイレかと思って。続いてはエスパルスの新加入コンビ、住吉選手にある悲劇が。2番。私の小さな悩み、いろいろあるんですよね。 あるんですか、悩み。はい、一回金髪にして村シャンをしたつもりなんですけど、その紫がカラーシャンプーで紫が入っちゃって、まず髪の毛が紫色、青色、緑で、今これに少し戻ってきてる。虹色、なんかもういろんな色。クリームソーダって呼ばれてます。証明写真っていうのは、あの選手の写真撮るときは髪色ちょっとおかしいかもしれない。それで行くしかなかったんで、別に。中村選手から見てこの髪型いかがですか？いや、いいじゃないですか。ハハハハって言われてる。バカにします。そして最後は、昨シーズンリーグ戦26試合に出場したマイ FC の若き守護神、北村選手。5番。これだけは言えない。いや、何。あ、じゃあ OK です。お、あ、じゃあサッカー系でいいですか。はい、アシストします。そういうあれね。すごいね。それすごいね。びっくりした。すっごい大きい声ね。音割りすっごい大きい声。言いたい気持ちがすごい伝わってきました。ありがとうございます。音声さん大変だよ今。多分やばい、本当に。すごい調整すると思う。藤枝のスタイルとしてこうつなぐので、結構相手がこう前に来ることが多いので、それを自分の特徴である
まあ、ロングフィードでひっくり返して、まあ、アシストできるように頑張ります。お願いします。それでアシストするんで、それで1点取れる。俺にも言ってよ。大丈夫大丈夫。何俺はないみたいな。俺出てくから。じゃあ OK、 ちゃんと見ておきます。頼む。はいはいはい、奈良岡さん、キャンプならではの雰囲気でしたけれども、あの気になったものとかありましたか？まずジュビロ磐田の古川選手、藤原選手がもう準レギュラーですね。結構準レギュラー。あと藤原氏の北村選手、アシストっていうことですけれども、うん、それよりはあの声の大きさですよね。あの声の大きさって実はこうゴールキーパー非常に大事で、逆にそちらでこうチームディフェンスラインとかをしっかり支持してくれるんじゃないかなと思いましたけどね。頼もしいですね。はい、でも本当ああいう素顔っていうのはオフシーズンならではですよね。そうですね。いろいろなお話が聞けて、どうでもいい話もあったけど。ありましたね。はいはい、ただあの新加入の中村選手と住吉選手が出てくれたエスパルスですけれども、うん、開幕戦はアウェーで熊本と対戦しますが、こう新戦力にも注目が集まりますし、奈良岡さんどんなところ注目してますか？やはり昨年あと一歩のところで昇格を逃した悔しさっていうのがあると思うので、うんうん、まあ、これね本当悔しい思いを今シーズンにぶつけるために、まあ、キャンプからねあのチーム作ってると思うんですけれども、やはり開幕戦ね勝ち点3が欲しいので。しっかりそこは準備してきてると思いますね。キャンプは相当走ったらしいです。やっぱり強度というところを、ね、求めてるんでしょうね。はい、そしてこの開幕戦を第一 TV では午後1時から実況生中継でお届けします。須藤さん実況はい頑張ります。はい、J1 昇格へ勝負の1年がいよいよスタートします。みんなで応援しましょう。さあこの後は J リーグからプレゼントのお知らせです。さていよいよ開幕する J リーグですが、はい、来週のキックオフはこちらです。 J リーグ開幕スペシャル、エスパルスの開幕戦の超速報、さらに J1 に昇格したジュビロの開幕戦もたっぷりと深掘りしていきます。ぜひご覧ください。はい、そしてお知らせです。 J リーグでは2024明治安田 J リーグ戦及び2024 J リーグ YBC ルヴァンカップファーストラウンドへの無料招待キャンペーンを実施、合計でおよそ17万名様を無料でご招待。ぜひ公式サイトでチェックしてください。さあ奈良岡さん、いよいよ J リーグが開幕します。もう開幕ですね。早いですね。でも楽しみですね。本当に楽しみです。あの週末の楽しみは本当に1週間頑張れますからね。帰ってきますね。、はい、ただ開幕に向けて残り1週間ですけれども、はい、この後どんな準備が大事になってくるんでしょうか？まあまあね、どのチームも対戦相手のしっかり分析というところから入って、あとはコンディションもそうですけれども、メンタル的なところですよね。やはり一番最高潮に持っていくという準備はみんなしてると思いますね。これ選手楽しみなんですか？いや緊張しますよ、やっぱり開幕戦は。なのでそこまで高ぶりすぎないっていうところも意識しなきゃいけないかもしれないです。なるほど、はい、奈良岡さんありがとうございました。では次回も日曜夕方5時キックオフ。